はい、こんにちは、タカです。相変わらず円が弱いですね。ボラ自体は昨日は大した動きはなかったようには思いますけども、ただ黒線中は高値を更新してきていますから、円ロング、例えば黒線をショートで見ている方はすごく苦しい状況には今あるんじゃないかなと思います。確かにかなり突っ込んだ動きにも見えますしね、少し行き過ぎた動きのようにも感じますけども、それでも流れが反転しているわけではないですからね、現状この黒線というのをショートで見ていくというのはなかなか難しいんではないかなと、一旦売りの方が入ってから考えてもいいんじゃないかなと、そんな風には思いますけどもね。では昨日の動きを見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。個人的には円よりも今年はこのドルに期待をしていたんですけども、今のところちょっと動きがないですね。このようなレンジを見ています。現在地レンジの真ん中付近で少し売りの方が出てきました。まあレンジ真ん中ですからね、買いが入っても売りが入っても特になんとも思わないですけども、ただこの今年の初め、レンジ下限から買いが入ったという流れがありましたから、まずはレンジ上限までを目指したドルの買いというのを見ていたんですけども、この流れに関しては一旦はストップですかね。一昨日の安値を割り込んでいます。少し短期的な流れを見ていけばこのような流れが見えてきたということになります。まあもしかしたら押し目買いで買いが入ってくるかもしれませんけどもね、またこの下を試すことになるかもしれません。この下のサポートはかなり注目していいサポートなんじゃないかなと思っています。これは絶対サポートされると思っているわけではなくて、おそらくたくさんの方が注目しているサポートということになると思いますから、まあ、サポートされたら買いも入ってくるんでしょうけどもね、もし割り込んでしまったら大きな売りが出てきてもおかしくない、そういった重要なサポート、ブルベアの分岐点ですね。そのような形で見ています。ですからまずは僕なら一旦は買っていこうと思いますけどもね、ただ割れてまでドルを引っ張って買っていこうとは思わないですね。割ってしまったら一旦は撤退。そしてこのドルをショートで見ていきたいと考えるんであれば、この足場崩れは必ず注目をしていくポイントになってくると思います。レンジ加減あたりでの攻防は注意はしたいですけどね、まあ、サポートされたら買いも入ってくるでしょうから注意はしたいですけども、抜けてしまったこの動きに対してショートを見ていくというのは全然ありなんじゃないですかね。僕はこの足場の崩れが見えてくるまではドルロング、ドルは強い環境を見たいと思っています。この高値もいつか抜けてくるんじゃないかなと、そんなことも考えながら値、ね、動きを追っていますけども、現状まだこのレンジから全く動きが出てこないです。動かない以上は待つしかないですね。特にレンジの上限や下限での値動きは注目はしたいです。現在地真ん中なんですよね。この真ん中は注意したいですね。買いが入ったり売りが入ったり、そういった値動きはすごく出やすいところだと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。昨日実はボラすごく小さいんですよね。こうやって比べてもらってもその小ささというのがすごくはっきりわかると思います。昨日も円は売りが入ってますからね、黒線中は高値更新もしていますから、流れは出ているように思いますけどね、僕は昨日の動きに関してはもう調整の動きだったのかなというふうに思ってます。ただそんな中でこのポンド本当強いですね。なかなかこう売りは入ってこないです。僕はもう個人的にこのポンドはずっと買い目線、もうロングロングで見ていますからね、このように買いが入ってくれたらありがたいのはありがたいんですけども、ただこれトレードしながらも怖さというのはやっぱり感じますよね。かなりの高値圏、だいぶ長期間買いが入っていますから、まあ、調整なんかもこれは頭にちらついてしまいます。だからといって僕はこれを売ろうとは思わないですけどね、強い流れが出てるうちはやっぱり買っていこうと思いますけども、このポンドがどこまで行くのかというのは一つ注目ポイントにはなってきそうです。そして一昨日すごくトレンドが出ていた通貨にドル円があったと思うんですよね。しっかり高値を更新していた流れが一昨日あったと思います。ただ昨日はこれドルも円も弱かった弱い通貨同士のペア、こうなるとドル円は動かなくなってしまいます。強弱チャートからは少し調整の形が見えてきましたかね。これはチャートの方でどう見えてくるのか、この後はドル円を見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくともう完全に決着ついてますね。週足レンジ相場から高値をブレイクしてきて、この週足は高値更新が今現在続いています。上昇トレンドの真っ只中、このままいけば来週もこれ高値更新まずは見ていくことにもなりそうですね。波の反転などはまだまだ見ていける状況にはないと思います。もちろん目線としてはロングですね。もうシンプルにこういった上昇トレンドを見ていけばいいかなと、売り場というのは今のところまだ考える必要はないんじゃないですかね。すごく強いチャートだと思いますけども、ただ一点気をつけたいのが、週足はもう決着ついてるんですよね。このまま引けてくれば来週にもつながる動きになってきそう。現在この116円での攻防になっていますけども、仮にこの辺りで流れが止められたとします。ですからすごく極端な話をすれば、今日は木曜日ですよね。木金、そして来週の月火水木とずっとこの116円に絡むような動き、調整の動きが出ていたとしても、
金曜日に買いが入って上の方に抜けてしまえば週足は高値更新で引けてくることになるんですよね。だいぶ強い買いが入っていますから、例えば日足レベルの調整がしばらく続いたところでこの週足環境は崩れてこない、この点をしっかり押さえてはおきたいです。例えば日足とか、もう少し短期足で少し上値が重い形、調整の動きがしっかり出てきたとしても、それを見てよし来たと、ショートだと言ってしまうとこの大きな環境に飲まれてしまう、そういったことはもう全然ありえそうですからね。週足環境を見ていけばすごく強いトレンドが出ています。全くまだチャート崩れていないですから、目線としてやっぱり基本は買い目線、短期的にはショートを見ていくような場面というのはこれはもちろんあると思いますけども、大きな環境は右肩上がり、これだけのトレンドの波の反転にはそれなりの時間というのもかかりますからね、焦らず見ていきたいとは思います。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。日足を見ていくと昨日これ高値更新なかったですね。すごく強いトレンドが日足では見えていましたけども、これで一旦は調整局面入り、今後は売り買いの攻防を見ていくことになりそうです。上の壁は特に意識していくことになりますね。116円の20あたりで今は見ています。では下のサポートはどこなのか、昨日であれば115円の50あたりですかね、真ん中あたりで一旦サポートされています。このラインは注目していたラインだと思うんですよね。去年のドル円の最高値がまあこのあたりです。これは昨日の動画でも触れたと思いますけども、こういった重要なラインをおとといもうあっさり抜けてるんですよね。もう抵抗もなく抜けています。これ自体はまあいいです。強い流れがそれだけ出たということでいいと思いますけども、一旦流れが止まると、今度はこういった攻防が出やすそうな場所に、裏側から試すような動き、簡単に言ってしまえば調整の動きですけどね、こういった値動きというのは本当によく見られます。昨日なんかもドンピシャーでしたね。115円の5060あたり、サポートされてまた反発もしています。じゃあこれで決着ついたと、サポートもされたから次また買っていくぞと、こうはなかなかならない、まあ、ならないとはちょっと言い過ぎですかね、なりづらいですかね、僕はそういった流れはあまり見ないです。重要なサポートやレジスタンスというのは何度も何度も試す動きというのはよく見られます。今回のこの下のサポート115円のミドルというのは、去年のドル円の最高値です。誰しもがこれはもう注目しているポイント、そんなポイントを1時間足や4時間足が何回か試しただけでもう波の反転が起こるのかどうかですね、なんなら日足が何度を試してもおかしくないようなそんなサポートだと思います。昨日は確かにサポートはされていますけども、これで決着がついたとは僕はやっぱり思えないですね。しばらくこの辺りの攻防というのは見ていくことになるんじゃないかなと。そしてこれは去年の最高値ですから、サポートラインとしてはすごく大きな時間足のサポートになってきます。これも繰り返し言いますけどもね、上位足のサポートレジスタンスというのは短期足はよく抜けます。だけども抜けたからといってなかなかトレンドになってくれないのがまあ相場の難しいところなんですよね。今回であれば115円のミドル1回抜けましたけども、これ抜けた後に追随した買いが入ってきてないですよね。同じことがこの下にも言えます。今回は115円のミドル、サポートされましたけども、もしかしたら抜けてしまうかもしれません。そしてこれが抜けたからといってすぐに波の反転が起こるとも思えないんですよね。また買いが入ってくるかもしれません。この辺りの動きというのはもう少し時間経過とともにローソク足が増えてくれば上下の壁も見えてくると思いますけども、今ってこれ流れが止まった直後ですからローソク足が圧倒的に足りない、時間がまだまだ足りていないんですよね。それだけこういったサポートもはっきりしてないですからね、抜けたりもしますし、抜けた動きに対してバタバタした動きにもなりやすいです。これだけの大きなトレンドが止まった、そして去年の最高値も抜けてきた、本当に大きなトレンドなんですよね。この大きなトレンドの調整ですから、それなりのサイズ、それなりの大きな調整はこれは覚悟はしておきたいです。大きな環境を見ていけば僕なら目線としてはまだまだロング、ただ昨日で一旦流れ止まってますからね、どうしてもやっぱり調整局面は見ていくことになります。下のサポート探しがすごく大事になってきますけども、このサポート探しはそれなりに難航してくるんじゃないですかね。115円のミドル、ドンピシャで止まるとは限らない、昨日は止まりましたけどね、今日はわからないですね。ですからこの調整の赤枠、僕は少し大きめにこのような枠を囲っているんですよね。あくまでこれは仮枠です、こうとは限らないですけども、まあ、ざっくり見ていけば115円から116円あたりですかね、このあたりはすごく売り買いの攻防が出やすい、上がったり下がったりはすごく出やすい環境になってくるんじゃないかなと思います。上位足で見たように週足は上昇トレンドまだまだ継続中ですからね、来週のどこかではこの高値を抜けてくる動き、そういった値動きに期待はしたいところです。ですからそれまではこの下のサポート探しですね、ちゃんとサポートが見えればこれはもう積極的にまずはロングは見ていきたいです。ただ、今は調整局面、そしてレンジをある程度想定しています。現在地はおそらくレンジの高値圏付近になってくるんじゃないですかね、この位置でのロング、これはもう警戒をしてしまいます。
買うのであれば、推しをしっかり待ちたいところ、高値を掴んで下の方に振らされてバタバタしてしまう、これはもうこの小さな動きしか見えてないんじゃないですかね。もう少し大きな目線で値動きを追っていきたいです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見るとはっきり調整の動きが見えてますね。強い上昇トレンド、直近高値も抜けていますから、まずはこの強い流れを見ていくことになります。現在は流れが止まっての調整局面、止められた場所が116円の20から30あたり、押しが入っていますけれども上昇トレンドですからね、サポートが見えればそこからロングはしていきたいところ。高値更新もしっかりこれは見たいですね。ただこういった波を見ていくのは少し安易すぎるかなとは思います。直近高値ぐらいまでは全然見ていけると思うんですけどね、これを明確にブレイクしてくるかどうかは完全に別問題。はい、1時間足の方に戻ります。先ほど見たトレンドはこのトレンドを見てるんですよね。押しが入ったからすぐにまた買いを見ていくぞと、こんな急角度でずんずん上がっていけば1週間後には120円に乗せています。相場の世界に絶対はないですからね、ないとは言わないですけども、なかなかこういった値動き見ていくのはハードルは高いんじゃないですかね。こういったのはもう波のサイズ感の問題です。これぐらいの波の上昇トレンドを見ていくんであれば少しペースが速すぎる、かなり突っ込んだ動きにもなっていますから、それなりの調整が入ってもおかしくないような環境でもあります。だからといって僕はまあショートを見ていく必要はないと思うんですよね。あくまでチャートは強いですから、目線としてはロング、どこで買っていくかに注目をしたいです。今は高値圏この位置ですからね、この位置で買っていくかどうかはこれは慎重には見ていきたいです。はい、15分足の方に戻ります。ですからまあこういった上昇トレンドも見ていけなくもないと思いますけどね、もう少し慎重に判断したいですね。まずこの上には壁がある、これは意識はしていきたいです。ロングをしていく際のまあ一旦の利食いの目標と考えればいいんじゃないかなと思います。そして今の波の起点は115円です。ですからこの115円を明確に割れてしまうと、このあたりの値動きというのは少し難しくなってきそう、流れが変わる可能性がありますから、今のこの強い環境、ロングを見ていくんであれば、この115円はしっかりキープはしてもらいたいところ。そしてこの上下の間ではどこでサポートが出てきてもおかしくはないわけですよね。こういった強い流れを見ていく場合もあれば、短期的な売りのトレンドになってしまうかもしれません。今日はサポート割れるかもしれませんよね。今見ていきたいのは調整局面、本当はもう少しこの上下の幅も狭めたいところ、絞りたいところではありますけども、この前には大きなトレンドがありました。ですから大きなトレンドの後の大きな調整、もうこれは仕方がないです。自分たちでチャートは作れないですからね、今の値動きに合わせていくしかないですから、今はすごく大きな調整の中の動きをしっかり見ていかないといけないということになってきます。そんな中で僕が注目したいのが、まずは昨日の日足安値、ね、これが115円の70あたりですかね。もう一つが115円の50あたり、これが去年のドル円の最高値、当然攻防が出やすい場所にはなってくるんじゃないですかね。もう一つが115円、今の波の起点部分、大きく分けるとこの3つのラインというのはしっかり見てはいきたいですね。この高値付近でうろちょろされてしまうとちょっと手は出しづらいかなと。何度も言いますけども、この辺りは大きな調整意識してますから、この辺りはおそらく高値圏になってくるであろうと、高値圏のロングというのはそれだけでもやっぱり警戒はしてしまいます。意識としては下から拾っていく意識ですかね。ショートなんかもね、この高値をバックにショートしていけばいいと思いますけどもね、ただ相場はすごく強いです。少し抜けるとかそういった動きは全然ありそう、そういった値動きにどう対処していくかというのは逆張りをしていく上ではすごく難しい場面ではあると思います。そしてそもそもチャートすごく強いですからね、この高値で止まるとは限らない、まだまだトレンドは続いてしまうかもしれません。ショートは今の環境だともう完全に逆張りですから、まあ、それだけリスクというのはすごく大きい、それをちゃんと踏まえてショートはしていくべきだと思います。ドル円に関しては昨日のこの動きによって一旦は調整を見ていきたいと思います。ただこの上下の壁がまだ明確には見えていません。流れが止まった直後ですからね、どうしても時間が足りない、壁が全然はっきりしてないですからね、少し抜けてしまうとかそんな動きは全然ありえそうですから、そういった値動きにあまりバタバタしないようにしたいですね。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。ダウは昨日も高値は更新、ただ少し上値も重いですかね、それでも強いトレンドは見えています。まだまだチャートはロングかなとは思いますね。買い場探し、今のこの環境で売っていくというのは少し難しいんじゃないですかね。利食いの売りとかそういったのは全然いいと思うんですけども、新規のショートポジションを見ていくには少しまだタイミングは早いんじゃないかなと思えてしまいます。波のサイズ感から見ていくとこれぐらいのサイズの調整もあっても良さそうですけどもね、であればこの辺り高値圏にもなってくるかもですけども、こういった上下の壁が見えてくるにはもう少し時間も必要です。
慌てず見ていけばいいんじゃないですかね。もし本格的な波の反転が出てくるんであれば、このぐらいの売りでは済まないと思います。もっと大きな売りも出てきますから、チャンスというのはこの後たくさん出てくるんじゃないですかね。ショートをしていくんであれば焦らず見ていきたいです。今はすごくチャートは強いと思います。はい、1時間ほど過ぎてるんですかね、少しダウの方に大きな動きがありましたので、動画の方を撮り直しています。先ほど動画の方でね、このような調整も見ていけるかもねという話をさせてもらったと思いますけども、それが現実的な形になってきましたかね。強い上昇トレンドに対して今は調整局面なのかもしれません。この売りが出たことによって波の反転が見えてくるわけではないですね。まだまだ下にはサポートが見えています。現在であれば36,200ドルとか、このあたりはサポートとして見ていくことにはなると思います。割ってくれば大きな波の反転も見えてきますけども、まだ超えていかないといけない壁というのは下にあるように思います。ですからまあすぐに売りだ売りだとはなかなかならないですけどね。ただ今回のように大きな売りが入ってしまうと、この上の壁は明確にこれは意識されてくることになります。上に壁が見える、下にも壁が見えるとなるとレンジになりやすい。考え方見方は同じですけどもね、ロングをしていくんであれば上ではなくて下から拾ってはいきたいですね。そして今回この上の壁というのがはっきり見えましたからね、次に戻す局面があればこれを売りで見ていくというのは僕は全然これありだと思いますね。もちろん抜けてしまったら一旦は撤退も考えないといけないですけども、2回目の高値試し、しかもレンジ相場、調整が見えてますから高値から売りが出てきてくれるかもしれません。仮に抜けたとしてもそんなにリスクというのは大きくないと思いますからね。ギリギリに引きつけてのショートなんであれば全然問題はないかなと。少しこのダウに関しては調整の動きが見えてきたことになりますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均はこの 29,000 円をブレイクしてきたのが一昨日の動きですね。下の方を見ていくと SD も切り上げていますから、三角持ち合いから上の方にブレイクした形。ただ昨日は高値更新がなかったですね。一旦流れが止められています。もともと僕はこの日経平均に関してはブレイクしてますけども、これをロングに見ていこうとは思っていないので、上値が重い形が見えてくればその都度ショートをしていきたいなと思っています。理由はもうずっと言っているように週足の下落トレンドですね。これが見えていますから、売り場探しは継続してみたいなと。今回上の方に抜けていますけども、仮にこれ上の方に抜けたけどもダメだったみたいな、潰されたみたいな動きが出てくると、これは上値の重さが見えますからね、ショートを見ていくチャンスということにもなってくるかもしれません。まだ抜けていますから今すぐ動向というわけではないんですけども、目線としてはもうショートはこれはもうしばらく僕は変わらないと思いますからね、探していきたいのが上値の重さなんですよね。これ以上上がらないという形をまずは見ていきたい。そういった意味では今今回抜けてきたこの動きに対してどのような動きが今後出てくるのか、これ注目していきたいなと思います。潰されればショートのチャンスも見えてくるかもしれませんね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。かなり金がボラが大きくなってきましたかね。まあもともと金というのはこれぐらいのボラが出てもおかしくない商品ではあるんですけども、少し上に下にと暴れています。ただ高値安値抜けていないですから、このあたりもしかしたら調整の動きとなってくるのかもしれません。ただこれが調整局面で足場を作る動きなんであれば、ここには上昇トレンドありますからね、これまだチャート崩れていないということになりますね。サポート割り込むまではしっかり強い流れを見ていく。ただ高いところで買う必要はないですね。今は調整ですから、レンジが見える以上はレンジの下から買っていく。高いところのロングは気をつける。もうこれさえ気をつけていけば、まあ、昨日のこの売りに苦労することもないですからね。基本的にはこの下から拾っていくイメージで値動きはしっかり見ていくことになりますね。今見えてるサポートが1800ドルあたりです。強い流れを見ていくんならば、まずはここはしっかりキープしたいところですね。短期的なブルベアの分岐点として、ひとまず見ていこうかと思います。はい、というわけで、まずはドルですけども、このドルは調整の動き、しばらくまだ見ていくことになりそうですね。レンジ相場。一方で円に関してはやっぱり大きな動き出ています。弱い流れになっていますけども、少し調整の動きというのも意識はしていきたいところ。強い流れがしっかり継続している。例えば黒線なんかの高値更新が続く間は、僕はこれ見ていけばいいと思いますけどね。この上値が重い形が見えてきた際の今の現在地、日足の大きな環境を見ていけば、今の現在地はすごい高値圏というのはある程度見えてきます。高いところでロングが捕まらないように、安いところでショートが捕まらないように、こういったのはしっかり意識はしていきたいところです。昨日なんかも ADP の雇用統計で少し動いて、FMC の議事録でも少し動きましたね。値動きの方はかなり活発に動いています。週末には雇用統計も控えています。今日なんかも ISM ありますよね。こういったところで値動きは出てくるんじゃないですかね。ボラは大きいというのはチャンスでもありますけども、リスクでもありますからね、慎重にトレードはしていきたいですね。今回は以上になります。
ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方は貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。